ちょん。はい、お疲れ様でございます。始まってました。実は始まってました。オープニングじゃなくて始まってましたよ。今回ね、近くのフィギュアショップ、中古ショップなんですけどね、フィギュアを買ってきましたので、ちょっと紹介していきたいなと思います。そうなんですよ、これね、福袋みたいに閉じてあるんですよ。だから何が入ってるかわからないんですけどね。税込み980円、萌え系フィギュア。これは手書きなんですよ。なんとかフィギュア。早速開封していきましょうか。950円でね、こんな大きい袋だったら、ね、なんかそれなりに何個か入ってると思うんです。1個ではないと思うんですよ。開封していきましょうか。ちょっとね、間からね、覗いたろうかなと思ったんですけど、全然見えん。めっちゃ頑丈に閉じたる。開封していきましょう。でもさ、950円あったらこれ当たりじゃないですか。結構入ってる。ピント合わん。ちょっと1個ずつ出して。これエヴァンゲリオンのあれですよね。名前忘れました。あれ、これ台入ってない。あ、いや、台透明でした。台ちょっと折れてるな。いや、しかし900、これ1個だけでも950円やったらお得じゃないですか。とかさ、なんか足合わんなと思ったら、ここ折れてました。あ、届かん。これギリギリや、最初からギリギリやんないか。まあ、倒れんかったらいいでしょう。お、最初から折れたのか。まあ、いいですけど、ね、こうか、うん。結構背が高い。高さですけどね、これ15センチで、25センチぐらいあります。あ、ちょっと長い定規取りに行くのめんどくさいって、横着してます。25センチぐらい。あ、なんか回転台欲しいな。あ、結構汚れてる。最初からゴミついてる。ここ、クモの巣みたいなのついてる。どこに置いてあったんやっていうことになってきますよね。でね、一個ずつちゃんと袋に入ってますね。これは何のキャラですか？ちょっと知らんな。なんか椅子についてる。椅子とセット。そうですね。これは何の袋ですかね？なかなかいいんじゃないですか？これ結構いい音がなる。そしてこれの袋についてきたおまけですけど、誰これ、なんかイチゴ食べようとしてる。このスプーンは取れへん。そして椅子がついてきました。組み立て式ですね。わ、ちょっと何のキャラか知らんな。誰や、誰なよ。ちょっと アニメ詳しい方、アニメじゃないかもしれん、ゲームかもしれん。ちょっと知らんわ。そして良い姿勢、この背もたれに背中をくっつけない姿勢、これベストです。かなり高得点ですよ。続きまして、これ何のキャラクターですか。ナマスカコレクションボリューム5。知らん。ハンバーガー持ってるな。なんですかこれ。マクドの人からですか。ちょっと知らないんですけど、これね、ネンドロイドのミニ版、ネンドロイドのサイズではないんですよ。そうです、高さがね、7センチぐらいしかないんで、一回り小さいですね。ちょっと何のキャラかわからないです。そしてこちらがソードアートオンラインって書いてますね。元ゲームでした。アニメはなんか見たことあるな。そして剣長い、フェンシング、これ誰でしたっけ。ちょっと名前忘れましたけど、これもだいぶ大きいです。だいぶ背高い。25センチぐらいあります。27センチぐらい。これセガのやつ。セガでした。セガです。メイドインチャイナって書いてる。そしてネジもちゃんとついてきましたね。そしてこの剣が取れるようになってます。危ないな。そしてこちらがネンドロイドのなんかのキャラですけど、これ台合ってます？これね、足のとこね、この二つ穴開いてるじゃないですか。こっちの台の方一個しか、この出っ張りがないんですよ。これどっちの足やっていうことになってきますよね。じゃあこれ台別物か？これ何のキャラですか？知らんのですけど、アニメ結構こう詳しい方やのに知らん。誰、ラブライブ？いや、ちょっとわからん。こちらもネンドロイドのキャラクターですかね。ミキって書いてる。ちょっとこれも知らんのですけど、なんか付属品で、この絶望の釜みたいなやつついてきましたね。
これオコン持たせとく。ちょっと知らんな。さっきのシリーズと関係あります？ちょっとわからん。そしてこれも何のアニメかも全然わからん。ここに関しては足溶けてるんですけど、足っていうか靴溶けて台にくっついてる。誰これ、知らんわ。なんか怒りのマークある。これは海賊ですか？海賊っぽいですね。わからん。そしてこちら、ネンドロイドより一回り小さいサイズですね。これ何のキャラ？ちょっと知らない。これも知らないですけど、ちょっとウマルちゃんに似てる。誰？全然知らんわ。アニメ詳しいのに全然知らんわ。そして最後こちらですね。これも何のキャラかわからんな。なんか見たことあるような気するけど。そしてね、これね、ここのクオリティ高いんですよ。これちゃんとね、ああ、リンゴどっか行った。リンゴどっか行った。です。この顔の中にね、リンゴと、このなんかワイン見たやつ、これちゃんとね、取れるようになってるんですよ。ここのクオリティは高いですね。あかり、リンゴが傾いた。誰？知らんわ。知らん。なんか見たような気がするけど知らんわ。全部でね、9個入ってましたね。これ950円やったらだいぶ安いんじゃないですか。ちょっとほぼ知らないんですけど。このエヴァンゲリオンのマリーでしたっけ？あ、ちょっと忘れたな。これしか知らないです。あとソードアートオンラインのこれです。それではネンドロイドのこの2個だけ飾りましょうか。テレビの下の台に飾ります。あとはちょっとね、勝たしておきます。また何かの動画の時に登場するかもしれません。ちょっと同じ店舗にね、これもう一個あったんでね、もう一個買って紹介していきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このコックリさんのシート、家の部分がない。灰と灰しかない。勝手に置く。いやいやいや、どこ行くね、どこ行くね。